こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、ツイッター宛てに来たリクエストにお答えしてみようのコーナーでございます。今日はホリーさんからのリクエスト、吉野家のスタミナ丼のレビューお願いいたします。というわけで、吉野家さんではこの度新メニューとしまして、豚スタミナ丼というニンニクをかなり効かせた新メニューが登場しておりますので、買ってまいりました。こちらでございます。てりーん。ニンニクをかなり効かせたって今言いましたが、それはね、別にお店の人から聞いたわけではなくて、僕の体感でかなり効いた匂いがしてるということでございますね。本当にすごいニンニク臭でございます。パッカー。見た目には分かんないかもしれませんが、すごいニンニク臭でございます。筋肉マンだったらこの匂い嗅ぐだけで額の文字真っ黒になりますね。ちょっとお肉1枚だけ試しに食べてみましょうか。あ、結構大きいの取っちゃいましたが、美味しそうですよね。結局ね、吉野家さんのこの豚肉の感じってね。いただきます。これはすごい。目にニンニクが見えないのが不思議なくらい、これもうニンニクを口の中でお肉の食感とともに転がしてるっていう感じですかね。口の中に入れてるだけで相当食欲湧いてくるやつです。タレは甘辛って書いてあったんですけれども、どっちかっていうとしょっぱい寄りですかね。で、多分これをこの卵でマイルドにするという寸法なのではないでしょうか。せーの、ポットン。ちょっと卵が乗るだけでまたぐっと美味しそうに見えちゃいますよね。せーの、卵と豚肉が絡み合うこの感じどうでしょうか。マイルドになってもやっぱりニンニクの強さはね、変わらない。すごい元気出てくる。なんだこれ。このタレの味がもう引き分ですよね。これもうニンニク好きな人は絶対全員が美味しいっていうやつですから、これに何つけてももう美味しいっていうやつかもしれないですね。野菜炒めでもいいし、お豆腐でもいいし、ラーメンの上に乗ってる具材でもいいし、だからこれね、美味しいけどずるいやつっていうパターンですね。女子がコンパとかでやたらと男の人の横にね、結構すり寄ってお互いのここがくっつくぐらいの感じでフレンドリーに喋るみたいな、それモテるけどずるいじゃんって他の女子から言われちゃうような、それに近いものがありますね。普段の吉野さんも美味しいんですけれども、その人が次の人がに誰とも会うようでがなければ、こっちをチョイスしてもいいのかもしれませんね。って待って、これお寿司っぽくない？あれ、ちょっと待って、これお寿司じゃない？寿司を食う。いや、お寿司美味しいね。で、この視聴者様がリクエストしてくれた理由としましては、多分ね、ガーリック臭がどんだけ強いのかっていう風に思ってるのかもしれませんが、これね、僕買った後にガーリック増しも注文できるっていうのを聞いたんですけれども、だからこれ今ね、ガーリック増しにしてない状態なんですけれども、それでもなかなかだと思います。今この部屋ね、もうペペロンチーノ専門店の厨房みたいな感じになってると思いますが、一応明日休みだからっていうのもあるんですよね。このホリー様がリクエストしてくれたガーリックを食べてるのは、はい、いよいよもう最後の一口になってしまいます。はい、ごちそうさまでした。というわけで、私今自分のライブが間近に迫っておりまして、結構ヒーヒー言いながら疲れを止めて毎日過ごしているわけでございますが、このニンニクのやつ結構ね、元気になっちゃいました今。だから皆さんも、わ、結構疲労が溜まっちゃってるなっていう時に食べたらいいんじゃないかなと思います。おすすめ度は80くらいでしょうかね。普段の牛丼も美味しいしね。このタレの味がもう引き分ですよね。これに何つけてももう美味しいってやつかもしれないですね。野菜炒めでもいいし、お豆腐でもいいし、ラーメンの上に乗ってる具材でもいいし、病院の中で日々患者さんと向き合ってる医師、